こんにちは、F スターの丸山です。今回ですね、やっとついに出ましたよ、ザーゼンボーイズのニューアルバムランドでございます。12年ぶりらしいっすね。そんな時代一個変わっちゃうぐらいね、アルバム出してなかったんですけど、最高だったし、こんな進化するんだっていうねところをめちゃくちゃ感じましたね。この12年の間にですね、ベースが変わりましてね、もともと吉田一郎がやってたんですけども、今ミヤさんっていうね、女性のベーシストの方が今弾いてるというところで、そういうところもあってね、かなり進化してたなと思いました。ということでね、今回は、アルバムのレビューになるんですけど、最初に、ザゼンボーイズがどういう歩みでここまで来てたのかっていうのを最初に話しまして、でその後にですね、今作ランドのレビューをしていきたいなと思ってます。今回待望のアルバムじゃないですか。だからもうみんな思うところかなりあったと思うんですよね。12年みんな溜め込んでるからね。なんでこのまあ聞いた感想をコメント欄でまあ書いてくれたらありがたいです。もともと座禅好きな人もね、これから座禅ボーイズ聞き始めるよって人も楽しめる内容かと思いますんで、よかったらね、最後までぜひぜひご覧くださいという感じでございます。それじゃあやっていきましょう。最初にね、軽く、ザゼンボーイズのアルバムの進化というか、どういう流れでやってきたかっていうのを、ちょっとね、おさらいしていこうと思うんですけど、まず、ザゼンボーイズ1作目、セルフタイトルですね。もちろんナンバーガール解散した後に、割とすぐね、出したアルバムになってますね。はい。1と2は結構近いかなと思ってまして、ナンバーガール最後のアルバム、そこをもう少し広げたような内容のアルバムっていう感じですかね。はい。和物っぽさ。っていうのと、リフ決め、みたいなところをかなり強調したようなアルバムになってたかなと思いましたね。で、なんでしょう、結構プログレっていうか、なんかマスロック、もはやマスロックなんじゃないかみたいな、ところにまで結構首突っ込んできてるなという感じの、バンドだなと最初は思いました。で、その後3が出ます。はい、ザゼンボーイズ3ですね。僕こっから入ったんですけど、今作で初めてシンセっていうものをね、向井修徳取り入れましてね、かなり音として、広がりというかね、完全に新しいバンドの音としてなってきたなという印象でございました。で、シンセを入れたことによって結構落ち着いたね、グルーヴを感じるような一枚になってたなという印象でしたね。まあそういうところもありながら、キメとかリフみたいなものはかなり曲によって多かったりして、かなり過渡期感があるアルバムですね、この3っていうのは。はい。で、その後にザゼンボーイズ4が出ますね。今作でね、前作で取り入れたシンセというか、まあ打ち込み的な要素みたいなところですね。そこが、かなり進化してきたというね、ところでございましたね。で、ミックスはデイブ・フリットマンですね。はい。ナンバーガール時代から、お世話になってるというか、アメリカの、エンジニアの方なんですけど、洋楽のバンドだと、なんだっけ、フレミング・リックスかな？マジで本場直系というか、かなりソリッドなサウンドに、なりましたね、今作。はい。テクノというか、ハウスかな？はい。っていうね、打ち込みの、曲がめちゃくちゃ増えた、かなりダンサブルというかね、無機質なダンスミュージックって感じ。うん。やっぱ冷凍都市っていうのはずっと一貫して、掲げているものなので、そういうものをかなり感じる、一枚になってますね。シンセを使ったり打ち込みを、入れるような、アルバムというのはここで一回完成したなという気がしてますね、僕としては。この流れを組んだバンドとしてキモノスっていうものが生まれてくると、向井修徳と、レオ今井ですね、この2人のユニットということで、そっちはそっちで派生していくみたいな感じのイメージですね。はい。で、その後にストーリーズが出ます。ストーリーズはね、打って変わって結構ニューウェーブな内容のアルバムになってましたね。はい。歌詞を面のギターがね、結構コーラスを使ったりとか、まあドラムのミックスがかなり今までと違うなと思ってますね。今までは結構ね、ゴリゴリに聞こえてくるっていうか、生っぽさを残して聞こえてくるイメージだったんですけど、打ち込みっぽく聞こえるように、音の処理をしてるなという印象でございましたね。で、やっぱニューウェーブってところで、もともとね、向井修徳はあのテレビジョン、ナンバーガール時代ね、マーキームーンか、はい、あのテレビジョンの曲を SE として使って入場してくるっていうのがもともとずっとありましたんで、まあテレビジョン好きだし、で、ポリスっぽい曲もあるし、まあ、向井修徳のギターのサウンドの、原型というか、まあ、元ネタだと言われているフリクションですね。はい。っていうところもニューウェーブで、やっぱニューウェーブの影響は大きいのかなと。
改めて思いましたね、この辺で。あとここで、ね、やっぱ変化として大きかったのは歌メロですね。かなりメロディアスになったなという印象でございましたね。歌うことに関して結構重きを置き始めたのかなというのを若干感じましたねっていうところですね。でそこがあってナンバーガールが再結成するという流れになってましたね。すごいメロディアスになったなっていう驚きからのナンバーガールなんで、結構納得感があったなというところでございましたね当時で。やっと今作の話していこうと思うんですけども、今作タイトルランドなんですけども、これも何でしょう、あえてひらがなにしてるというところでダブルミーニングなのかなという、印象でございます。英語のランドですね、まあ、ニュアンスとしては土地であったり、まあ、国かなと思ってます僕としてはね、はい、そういうニュアンスがあると思いますね。でもう一つは、今回の曲のタイトルでも入ってるランド、乱れる土と書いてランドですね、まあ、現代のカオスな、現状っていうのがここのランドってものに現れてるのかなと思ってますね。でその2つを含めると、そのカオスな今の日本の状況、日本に限らずかな、今のカオスな世界情勢というかねっていうものを、表したタイトルなのかなと思ってますね。でさらに音のことを言っていきたいなと思うんですけども、まあ今作はね本当にねグルーヴがえげつない、まあ、ソリッドなね大人なグルーヴのアルバムになってますね。めちゃめちゃ大人です。でそしてそれでいてねかなりファンクですね。めちゃめちゃファンクの印象を受けましたね。踊れるんですよめちゃくちゃ。でやっぱもともと向井修徳があのプリンスですね、これを好きだっていうのを自身の、ポッドキャストで昔配信してたんで、まあ、そういうところがあるのかなと思ったりしてます。でさらに、今作はねバンドサウンドにむちゃくちゃ回帰してる、帰ってきたバンドサウンドっていう感じ、これがまたテンションぶち上がりましたね。はい、最高でした。今までね使ってたシンセの音、1曲だけですね、はい、なんだっけ、黄泉の国か、黄泉の国っていう曲の、まあ、感想の部分ぐらいでしかなってないですね、はい、インタビューを読んだんですけど、何でもそのなんか単純にライブに持ってくのが重くてめんどくさいっていうことで、シンセをシンセで撮るのをやめたと。でだからシンセでやったものをギターに起こして、やってみたら意外といいんじゃないかということで、ギターサウンドというかバンドサウンドに戻ったそうです。本当かどうか分かんないことをよく言う人なんで、ちょっと本当かなって思いながら聞いてはいるんですけど、そういうことらしいです。でさらに今作はですね今までで一番メロディアスなんじゃないかと思います。だから本当ナンバーガールを経過して歌メロっていうところにかなり比重を置かれてるような気がしますね、このアルバムは。そこもあるのと、あとは、フェイクがすごく増えたっていうところですね。まあフェイクっていうのはなんか歌詞がないけど歌ってる部分みたいなところですね。今までほぼなかったと思うんですよね。まあやったとしてもそのなんでしょう、まあ掛け声的な、意味合いでのフェイクっていうものは入ってたと思うんですけど、ここまでがっつり歌詞がないけど歌ってる部分っていうのは今までなかったと思いますね。はい、これが本当にびっくりしたポイントです。今作完全にノリが違うんですよね、歌に対する。はい、これがかなり面白かったですね。でかといって全部が全部歌に比重が置かれてるわけではなくて、例えばね杉並の少年とかランドで最後の曲の胸焼けうどんの作り方とかは結構初期っぽいね、ノリも感じたりするし、なんでしょう、まあリフものですね、はい、そういうところを感じたりするんで、本当にバラエティ豊かなんですよね今作が。っていうのも、今回の曲を作ってた時期っていうのがかなりバラバラらしくて、全部が全部最近作った曲じゃないそうなんですね。バラエティ豊かっていうところでまとまりがないかと思われるかもしれないんですけど、そんなことないんですよね。またこれがまたすごいところで、ちゃんとしっかりシーンとしてね、座禅ボーイズっていうものをめちゃくちゃ感じるっていうねアルバムになってますね。ギター、ベース、ドラム、まあボーカルだったり、まあ音作りの面でやっぱり座禅ボーイズに感じるめちゃくちゃソリッドな音だし、フリクションの
影響でかなりソリッドだっていうのはあると思うんですけど、もう一個シェラックですね。あのスティーブ・アルビニがやっているアメリカのバンドなんですけども、このバンドもめちゃくちゃソリッドなグルーヴのバンドになってまして、これの影響もやっぱり感じるなと思ってますね。というところで根底の部分はやっぱり変わってないなと思ったりする、不思議なアルバムですね。うん、最高です。流れに沿って話していきたいなと思うんですけど、まず序盤の2曲ですね。これはかなりファンクですね。ここまでゴリゴリのファンクをやるんだなと、これはびっくりしました。あとやっぱ最初にね、毎度入ってるあのフレーズ、繰り返される諸行無常っていうね、あのフレーズでもう痺れましたね。はい、かっこよすぎるなと。このファンクな音、ファンクなギターのカッティングに乗って言われるこのいつものフレーズっていうのがめちゃくちゃ痺れました。2曲目のバラクーダとかね、かなりあの言葉遊びがめちゃくちゃ楽しい曲で、ほんと五感だけで選んでんじゃないかなと思う、歌詞ですね。これがすごく気持ちいいです。ちょっとすっとぼけてる感じも、やっぱザゼンボーイズというか、まあ、向井修徳らしい部分かなと思ったりしてて最高ですね。で中盤以降は結構ソリッドなニューウェーブの曲調になってましたね。チャイコフスキーによろしくとかね、あれとかかなりその歌唱名のギターがねずっと繰り返しのリフになってまして、そことかニューウェーブっぽさを感じるしね、その音作り、まあ、コーラスをかけたギターリフってところで、そこもニューウェーブっぽさを感じたりしますし、あとはブルーサンダーとかね、この2曲はね特に、メロディアスだなと思いますね。かなりメロディアスですね。もともとやっぱ向井修徳ってメロディーメーカーだなというところがあったんでね、ナンバーガール時代とか特に、なんで帰ってきたんだなというね、このなんでしょう、この高揚感めちゃくちゃ感じましたね。で後半の方に入っていくと、まあ、黄泉の国だったり、あとは公園には誰もいないかな、あの辺の曲はねかなりムーディーな曲になってまして、まあナンバーガール時代からねずっと掲げてるその冷凍都市の暮らしっていう、歌詞のフレーズ感じるような、その情景描写というかね、まあ、特に公園には誰もいないとか、その街の情景描写っていうところですね、本当にうまいんですよねこの人ね。めちゃくちゃ絵が浮かぶっていうね、そしてエモくなるっていうその夕暮れ時のあの感じをめちゃくちゃ、表現するのが上手い人だなぁと、いつも思います。その後の仏活帰りのハイスクールボーイとかね、急に突然ここでねむちゃくちゃ歪むんですよね、感想のところ。うわこんな歪む座禅でと思ってね、めちゃくちゃぶち上がりましたね。ここはもうほんとナンバーガール、その殺風景とかあの辺の感じのめちゃめちゃ歪んでる感想って感じで、ここは最高にかっこよかったですね。次がね PV にもなってる永遠少女なんですけど、この曲がねここまで明確に戦争について歌うっていうのはかなり珍しいなと思いましたね。はい、まあ A メロ B メロあたりの情景描写ですね、細かく描写しててもう戦争の怖さってものを、しっかり描いてますね。やっぱ直接的なワードが使われてないというね、ところですね。うん、ここがすごいなと思いましたね。やっぱり怖いとか痛いっていうのは使わなくて、臭いって言ってるっていうのはわあなるほどなと。戦時中だったり戦後直後っていうのは、街の匂いが、かなりすごい臭かったっていうのはいろんなところで聞くような話なので、臭いっていうのをずっと叫ぶことによって、うん、まさにもうその場に、立たされているような感覚になりますね。でねサビの歌詞が僕はすごくいいなと思ってまして、君は考えている、世の中なんてしょうもない、君は確かめている、大人はみんな嘘ばかり、君は間違ってる、人間なんてそんなもんだ、君は探しているっていうね歌詞なんですけども、序盤の方は人間の汚さというかその人間の心理みたいなものをこう表していっているんだけども、人間なんてそんなもんだっていうのを否定してるってところで、戦後のボロボロだった日本がこうなんとか復興していったように、人間なめんなと、人間参加になってるなと思いますね。人間はこんなもんじゃない、まだまだやれるんだっていうのを最後に言ってるってところに、めちゃめちゃグッときましたね僕は、という感じの永遠少女になりました。はい、で次の曲焼き芋なんですけども、この2曲のつながりがすごく綺麗だったなと思ってて、そこまで戦時中だったり戦後のことについて歌ってたんですけども、復
行して現代の日本について歌ってるのが焼き芋になってますね。僕これね初めて聞いた時ね、昭和を歌ってる曲なのかなと思ったんですよ。その夕暮れ時のエモさ寂しさみたいなものをかなり感じたし、語られてる描写っていうのも、やっぱどことなく昭和を感じるところがあるし、焼き芋を売ってる車の独特な歌あるじゃないですか、あれが歌われてたりして、やっぱ昭和っぽい風景だなと思ってたんですけども、後半の方になると使用禁止のテープが貼られた公園の遊具っていうような歌詞が出てまして、そこを聞いて初めて、あ、これ今の日本なんだと、思うっていうね、この構成がめちゃめちゃ良かったんじゃないかなと思いますね。でラスト2曲です。ここもうラストはもうぶち上げというか、もう初期衝動というか、あの頃の座禅だって感じがしましたね。ランドなんですけど、まずやっぱね、ここ初期を思わせるリフものになってましたね。この曲が面白いのが、歌い方が結構いろいろ変わってるなぁと、一曲の中に詰め込まれてるなぁと思ってて、ポエトリーリリングか、はい、これをねまず最初やってまして、これはね、いつも、座禅ボーイズやってる手法なんですけど、まあ、その後叫ぶと、叫びのパートがある。その後に、ハイトーンボイスで伸ばすようなパートがある。サビの部分ですね、ここが座禅ボイス4、ストーリーズとかあの辺ぐらいから始めた80年代のニューウェーブっぽいね歌い方っていうところでね、この一曲の中にいろんな歌い方のバリエーションが詰め込まれててね、めちゃめちゃ面白いなと思いましたね。で最後胸焼けうどんの作り方、これもまさに初期っぽい曲だなという感じ。リフで押していく変拍子決めみたいな感じですね。この曲なんてまさに、ずっとあの結成当時に言ってたキャッチフレーズ、モンペを着たレッドツェッペリンっていうね、キャッチフレーズがあったんですけど、まさにまんまだなと、ここに来て初期に帰ってきたっていう感じがして、いやワクワクしました。ちょっと歌詞見てみますか。この曲のねタイトル通りレシピを読んでる歌詞になってるんですけど、まず 1.8 ガロンのロシアンウォッカ、ソーダカツオの削り節 80kg、 司会の塩大さじ200杯、死ぬて、あで泥沼にはまったナマズの目玉、はい、でこれらを全て24時間煮込む、そして乱れ散る、はい、うどんいつ入れんだろうみたいな、はい、うどん、あれうどんの作り方だよな、これ1人前ですからね、大変ですよ食うの、はい、これに対してうどんはどんぐらい入れんだろうなと、めちゃめちゃ気になります。かなりユーモアのある、歌詞だなと思います、はい、最高です。 YouTube でこれ実際に作ったら面白いかなとちょっと思ったんですけど、いやこれ無理だな、用意すんのね鰹節が厳しいなと思ってちょっと断念しましたっていう感じです。まあ、いつかやるかもしれないけど、もしかしたらね、しっかりオチがついたアルバムだなと思いましたね。最高でしたね。みんなのね聞いた感想っていうのもコメント欄でお待ちしてます。という感じで今回こんな感じで終わりたいと思います。よければ高評価チャンネル登録お願いいたします。各種音楽サイトにて僕のデモ音源配信してますんで、よければ概要欄の方から見てみてください。という感じです。それじゃあまた。